Everybody's been saying that you're up to no good. Everyone has been telling me that you got me hooked. You're playing it big time. You're feeding me lies. Everyone has been bugging me. 好きなものまずお選びください。このガラスのケース一番人気があるのは花形さんですよね。はい、なんかイメージ湧きやすいもんな。でも貼りやすいのも貼りやすい貼りやすいのもこっちですか。猫皿は、まあ、この八百万本舗限定でお出ししている器ですね。じゃあこれ2つで花形皿を2つ、はいはい、あとこういった箸置きの追加も、はい、1個ずつ、ね、1個ずつで1個ずつ、ありがとうございます。そうですね、この2種類のシートからお好きな方をお選びいただける。じゃあお一つずつ、はい、かしこまりました。で一応あちらに他のお客様が置いていったシールも あなるほど、はい、ベースはこれであっちも使ってもいいよ。そうですね、はい、ですし お二人でシェアしていただいてもいいですし、はい、ワークショップにご参加ありがとうございます、はい、お配りしたそのシートをお好きに切り取って、で器の上で組み合わせて貼り付けてオリジナルの器を絵付けするという体験になります、はい。少し残して切り抜きましたら、この絵の面を上にして水に入れていただきます、はい、でしばらくお待ちいただきます、はい、こちら側が表側でこちらが裏側で間違えて貼り付けられています。一見ちょっと線がこちらくっきり見えて、うん、表のように見えるんですけれども、このまま焼き上げると絵の具がドロドロに溶けて綺麗に焼き上がりません、うん、はい、ですので表裏は絶対に間違えないようにお願いします、はい、地面に接するちょっとザラザラしてるところですね、はい、こちらは、シールを貼らないようにお願いします、はい、します。それ以外のツヤツヤしているところは裏側も表側もお好きに貼っていただけます、はい、引き上げますとこのようにシールが台紙からスッと動くようになります。あ、なるほどなるほど。これぐらいで上げていただいて、シールを押さえながら台紙を引き抜きます、はい、水に濡れている状態ですとシールは動いてしまいますので、内側から外側に向かってこのように水分と空気を抜いていきます、はい。水分がちゃんと取れてないとこういった感じで絵の具がまだらになってしまったりするので、もしちょっとおかしくなったくなった時は水を含ませていただければまた下に剥がしたりってことできますので、こちらがシールの前、焼き上がる前で、こちらが焼き上がった後ですね、黄色いハバーコートの部分は全部釜の中でも燃えてなくなってしまいます。でこの黄色い部分に関しては重なり合っていても問題ございません。絵の具と絵の具のところが重なっていると、この絵の具の色同士が混ざって色が濁ってしまったりするので、はい、重ならないようにお願いします、はい、こちらもご自由にいい、はいはい、いただきます。ね、どうしよう。
際に九谷焼の、こうシールを貼っていって、柄を作っていくっていうワークショップに、参加してきました。九谷シールのオリジナルのシールを使って九谷焼のこの器にシールをこう貼っていって自分だけのこのオリジナルの配列で、デザインしていくというような作業ですね。これをやってきました。まあ、用意されたシールの中から自分で配列を選んで貼っていくっていう簡単な作業なんですけど、まあ、どのように、ね、配列して作ろうかなとか、こう考えながらやってると本当あっという間に時間が、ね、過ぎて1時間ぐらいですかね、作業に没頭をしてしまいました。でこの、器と、こういった箸置きですね、この2つを完成させました。シールもね本当いろいろあって、こういった、猫ちゃんの柄とか、まあ、僕はこのちょっと赤の牛をメインに添えていろんな動物などが周りに集まってるみたいな感じで、ちょっとこういった感じでイノシシの上にペンギンを乗せてみたりとか、楽しみながらシールを貼っていきました。裏側ですね、これね、せっかくまあ金沢の旅行なんでラブ金沢というふうな文字を入れて、周りにこういった感じで虎を8個配列して模様のようにインパクトがなればいいかなと思って作ってみました。で、箸置きの方も余った柄で作ったんですけども、シンプルに鶴亀で後ろ側にも金沢という文字を入れてみます。ぜひね、金沢に旅行行かれる方はこの九谷焼のシール体験おすすめです。